音の葉ラジオ。はい、ということで始まりました音の葉ラジオのお時間です。今日も皆さんに素敵なお話をお届けしたいと思います。本日もナビゲーターは私松本流星と白沢千穂でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで先週に引き続きお友達で白沢千穂さんをお呼びしました。沢千穂です、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでね、今日も2人でやっていくんですけど、行きましょう。はい、本日は今まで琴の葉ラジオでやってきた台本の中で一番長い台本をやります。ゲスト会にこれを持ってくるんですね。はい、ということで内容がだいぶボリューミーなんですが、よかったら皆さん聞いてください。はい、楽しみだ。今回お使いする台本はなるの台本置き場っていうサイトにあるなるさんの作品で、はい、10年前の私へという作品です。とってもいい作品なので、もう早速いっちゃいましょう。いきましょう。はい、お願いします。はい、ということでなるさんで10年前の私へです。どうぞ。10年前の私へ、なる。引退おめでとう、レイ。引退は数ヶ月先だけどね、ありがとう。で、なんでここにいるわけ？大女優レイ様がここにいるのが見えたから。同窓会の会場は皇帝のはずですけど。まあそう言うなって。せっかく誰にもバレないように来たのに。俺の目はごまかせない。はいはい。久しぶりね。最近どう？まあぼちぼち。そっちは？ニュースとか見てるでしょ。絶好調よ。絶好調なのに引退するのか？一番価値があるうちに終わらせるのが肝なの。よくわかんねえわ俺には。毎年誕生日を迎える前に自分の商品価値の話をされる気持ちなんて知らなくていいと思う。大変だな女優も。まあね、でも大変なのはそっちもでしょ。俺はそうだな、まあ売れないシンガーだからお前とは違う意味で大変だな。売れるとか売れないとかってよくわかんない。あそこでワイワイしてる人たちの中で何人が売れてると思う？例くらいだろ。私以外で。嫌味か？別にそういうつもりじゃないけど。まあ、あの中なら松本くらいじゃないか。松本くんってあのスーツ着てる子？何の仕事してるの？あいつ弁護士になったんだよ。大学卒業した時くらいにやった同窓会でかなり話題になってたけど。ああ、仕事でパリにいた。なるほど、そりゃ知らないわけだ。あと同級生の名前くらい覚えとけ。レイが好きな同級生なんて忘れた。ミオを好きでいてくれる子はちゃんと覚えてる。例えば？リエ、マキ、中村、佐藤くん、あとあんた。少ないな。それだけみんな変わったってこと。それにしてもさ、懐かしいよね、この黒板とか机とか。今座ると椅子がちょっと低く感じる。あの頃は楽しかったな。そうだな。まあ俺はあんまりいい思い出ないけどな。そう？ギター弾いてて学年主任に怒られたのもここ。あいつらとバカやって怒られたのもここ。ポテチ食べて怒られたのもここ。全部怒られた記憶じゃん。あとお前に振られたのもここ。そんなこともあったね。まだ弾いてるの？ギター。もちろん、俺からギター取ったら何も残んねえよ。それもそうか。お前な、こっちたらちょっと気にしてんだからな。そうなの？私好きだけどな、荒木の声も歌も。ありがとう。なんだ急に。率直な感想。例のそういうところが人気の理由なんだろうな。何それ。
率直な感想。それ私が言ったやつ。そうやって突っかかってくるとこ変わってないのな。人なんてそう簡単に変わらないよ。人間みんなすぐ変わるんじゃなかったのか。え、さっきそんだけみんな変わったって言ってたろ。言ってること矛盾してる。じゃあ前言撤回。なんだそれ。荒木たちがバカやって怒られて、なんか教室の掃除やらされた時さ、何して怒られたんだっけ。ああ、漫画とグラビア雑誌の、回し読みしてるのを担任に見られた。ああ、そりゃ怒られるね。結局グラビア雑誌の方は帰ってこなかったから、あいつの私物になったと思われる。何それ、知りたくなかったわ。まあただの噂だから本当にどうなったかは知らないけどな。そっか。あ、そうだ、ん、これあげる。何これ。今度発売される写真集、直筆サイン入り。うわ、こういうものをポンって出すんじゃないよ。ダメ、下手したらプレミアの価値がつくやつだぞ。正気か。家にまだ5冊くらいあるから、家にあっても仕方ないし、あげる。自分の写真集なのにそんなもらうのか。出版社がお友達にあげてくださいっていう名目で送ってくるの。ほら、宣伝しなんぼの世界だからさ、あの女優仲間とかにプレゼントしたら宣伝にもなるでしょ、そういうやつ。うん、俺に渡すメリットなくない。宣伝用は別に取ってあるから。これは親族とか身内用のうちの一冊。そうかよ。で、このサインは？それはおまけ。おまけでサイン書くなよ。例のサインが入ってるものはファンの間で高額で取引されんだからな。へえ、そうなんだ。で、もらってくれないの？遠慮なくもらう。さすが荒木。ありがとう。過報にします。それは光栄です。それにしても本当にすごいな。まさか元カノが女優になって写真集まで出すとは。そりゃ夢だったから。誰もが認める大女優になる、だったよな。うん、なれたと思う？日本を代表する女優レイ、高校卒業とともに映画に出演して大ブレイク。多数の CM にも出演している。ウイスキーの CM で高い歌唱力を披露し話題になった。現在は女優業の傍ら有名ファッション雑誌の専属モデルも務めている。何読んでるの。一番上に出てきた霊関連の記事の紹介のところ、こんな風に紹介されてるあたり大女優なんじゃないのか。私は荒木はどう思うかって聞いてんの。ちゃんと素直に教えて。俺はレイが嫌いだ。ここにアンチいた。傷ついた。ちょっと理由聞く。聞きたいけど聞きたくない、けど聞きたい。どんな理由でも笑うなよ。全処する。俺の身を奪ったから。払うなって言ったろ。いや、予想外すぎるじゃん。だってお前が頑張ってる姿はずっと見てたよ。デビューした時からずっと。そうなんだ、ありがとう。お、絶対気づいてないと思うけどインスタもフォローしてる。嘘、本当に。本当。うわ、なんか恥ずかしいな。まあこれと女の頑張る姿を見ない男はいないだろ。ヒューヒュー、荒木くんかっこいい。バカにしてんだろ。してないよ、嬉しい。そうかよ。はあ、引退したら何しよう。引退してもどうせお前は引っ張りだこだろ。どうだろうね、引退したばっかりの時はそうかもしれないけど。やりたいことは？普通の生活がしたい。なんだよ普通の生活って。太陽が昇ってから起きて、
朝ごはんを食べて、掃除して洗濯してご飯作って、少し好きなことして、夜ご飯食べて、食べ終わったらゆっくりして、それで寝る。 あと普通にショッピングモールにも行きたい。引退したらできるんじゃないか。だといいな。 あとプールとか海にも行きたい。日に焼けたい。あ、そういえば付き合ってる時から日に焼けるって言ってそういうとこ行かなかったもんな。その説はごめんね。別にいいよ、そのくらい。高校のカップルといえば定番のデートスポットじゃん。知らねえよ、定番とかは。行きたいとこ行ければそれでいいだろ。そういうところが好きだったんだよな。なんか言ったか。なんでもない。そっか。な、一個聞いていい？いいよ、一個ね。なんでずっと同窓会来なかったんだ？それは秘密。じゃあ違う質問、引退はいつなんだ？次の春。それは知ってる。もっと細かい日付は？私が女優としてデビューした映画の公開日。ぴったり10年で女優辞めるってことか？質問は1個って言ったでしょ。おしまい。はいはい、俺が悪かったよ。じゃあ私からも質問。どうぞ。10年前にした約束覚えてる？どの約束のことだ？10年後私が大女優になれていたら、その時は私をお嫁さんにしてくれるってやつ。そんな約束もしたな。どうするの、この約束は。椿はどうしたいんだ？ゆり、私の方がお金持ってても怒らない？そんなの今更だろうが。高校の時からそうだったよ。 あと名前で呼ぶな。ゆり、私が料理下手でも怒らない？お前が料理できないのも今更だ。俺が作るから安心しろ。ゆり、私が怒りっぽくても怒らない？大女優レイ様は温厚な性格なんじゃなかったのか？ミオは違うもん。そんなこと昔から知ってるよ。ユリ、私が。そのユリユリって名前呼ぶのはわざとなの？そろそろ怒るぞ。だってユリはユリだもん。あざとい女優め。女優だし。知ってる。本当に俺でいいんだな？何を今さら。こんな売れないシンガーが相手でいいのかって聞いてんだよ。いいに決まってるじゃん、バカアホ。わかった。引退の日、もろもろが終わったら迎えに行くから。パーティーみたいなのどうせするんだろ。二次会行くのは禁止。いいな？わかった。よろしい。最後まで夢を貫けよ。うん、最後まで見ててよね。当たり前だ、ファン第1号だからな。そうだね。ねえ、また弾いてよ、あの曲。ああ、お前の好きな曲だろ。あれ長らく弾いてないんだよな。ちゃんと練習しといて。わかったわかった。まあ、あの曲は今のお前にぴったりだな、特に歌詞が。私もそう思う。そうだ、お前歌うまいんだから代わりに歌ってよ、俺弾くから。やだ、ユーリが歌ってるのを聞きたいの。じゃあ俺も歌うし、お前も歌う、それでいいだろ。それならいい。よし、じゃあそういうことで。あ、あいつらそろそろタイムカプセル掘り返すみたいだぞ。10年経ったんだね、あれから。何しみじみしてんだよ。だって10年だよ。なんかあっという間だった。俺の10年は長かったよ。10年の大恋愛だもんね。うるせえ。ほら行くぞ、見よ。10年後の私へ、今何してますか？夢叶えられたかな？
正直未来の自分宛てに何を書いたらいいか全然わからないけれど、これを見る頃の私は夢を叶えていると信じているので、お疲れ様、よく頑張った。10年後にこの言葉をかけられるように私は今頑張ってます。でも心残りが一つあります。ユーリと別れたこと。止まった時間を進めてください。それは私にはできないからあなたに託します。10年後の私が幸せでありますように。10年後のお礼。今何してる？ギター少しは上手くなったか？金持ちになってたら俺の夢だった漫画の大人買い代わりにやってくれ。あと俺はミオが好きだ。ずっと好きなままだ。俺みたいに後悔するなよ。お疲れさん。大女優らしからぬセリフだな。あんなにたくさんの人から一度に見られる機会なんてそうないからね。はいはい、俺らとは逆だな。ユーリたちはライブとかで人前に立つもんね。この前何人だっけ？この前は5000人だったかな。売れたね。まあミオのおかげだけどな。そんなことないよ、ユーリが頑張ったから売れたんでしょ。ミオがインタビューで好きな曲を聞かれて俺の名前出したから話題になったんじゃなかったか。好きなのは本当だし、そこから先はユーリの頑張り。半分ミオのおかげ半分俺の頑張りってことでいいか？オッケー。最初の愛の共同作業だね。バカだれ。ユーリの意地悪乗ってくれてもいいじゃん。はいはい。ねえ、スピーチかっこよかった？すげえかっこよかった。やったね。そんな大女優様に質問。赤がいい？白がいい？白。オッケー。何書いてんの？レイとして最後の投稿の分考えてる。おお、大変だな。なんか最後って考えたら書くこといろいろあってさ。そうかよ。まあじっくり考えな。ね、これでいいかな？自分の思うように書きな。ちょっと確認してよ。やだ、これはレイのファンとして見たいから投稿されるまでは読まない。変なとこ律儀なんだから。まったく。よし、投稿した。うん、出てきた。おお、この写真にしたんだ。ふーん。やっぱりこの写真にしたくて。年齢とかいろいろ心配してくれるファンの方も結構いたからさ。あ、俺ここ好き。10年レイとして生きたことを誇りに思います。これでレイはおしまい。レイはここに置いて私は新しい人生を歩みます。恥ずかしいから声に出さないでよ。悪い悪い。改めてお疲れ様レイ。そしてこれからもよろしくな、ミオ。10年前の私へ。あなたの頑張りでレイはたくさんの愛をもらいました。どうだったかな、夢に見た女優に私は今慣れてるかな。そしてユーリのこと、私は今でもユーリが好きだよ。あいつとの約束があったから頑張れた。あなたもそうだったんじゃないかな。あなたに託された思いちゃんと受け取りました。今までありがとうね。お疲れ様、荒木美穂より。10年前の私へ。なる。朗読、白沢千穂。松本流星。
はい、ということでなるさんの10年前の私へでした。すごいいい話だ、ね、ちょなんか読みながらちょっとじんわりきちゃった。私ルイさん弱いんですよ。すごいいい作品だよねこれも、はい、いやあなんか素敵良、ね、くない、なんか良くないですか、このなんかお嫁さんにしてくれるって約束、うん、ね、ちゃんとねそれでミオは夢叶えてレイとして頑張ってちゃんと夢をね叶えるために女優人生を終わらせたっていうね。いやめちゃんこ素敵すぎる。ね、またなんか自分たちがさ、はい、このエンタメ業界とかでさ、うん、頑張っていこうってやってるからさ、なんかそういうところもちょっとなんていうの、シンパシーがあるっていうか、あ、はいはいはい、そういうところもあってなんか読んでてすごい自分たちは特に感情移入しちゃうような ね作品だったね、はい、いやそう演技見てないけど多分いい女優なんだろうなって思いますよね、デイちゃん。そうなるさんの台本はね今回初めて読んだんですけど、はい、結構他にもねたくさんあって、はい、どれもなんかこんくらいのボリューミーな、結構そう20分とかそんぐらいの台本ですね。そうそうそう、しっかりしたお話のね台本がたくさんあったので、よかったらまた今後もねいっぱい読んでいきたいなって思います。聞きたい。すごいね、またね次サワチーがねゲストで遊びに来た時はねまた他の台本も読んでね、あやりたいっすね。今度はなんか日和とガベちゃんとサワチみたいな、あいいですね、あもう女子会というか、そう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 、あんまりその女性3人の台本みたいなのってやれてないわけよ。確かにそうですね、そうそう、あのそうですね、リュウコちゃんになっちゃうから、そうリュウコちゃんもしくはセイコちゃんになっちゃう、松本聖子、松本聖子ちゃんになっちゃうか松本龍子ちゃんになっちゃうか知らないけど、まあいけそうですけどね。それでも松本聖子ってめっちゃ昔のアイドル感、聖子ちゃんかな、聖子ちゃん、あの聖子ちゃんかな。ですけどそうなんかガベちゃんとかがちっちゃい男の子の役とかよくやるんだけどね、そうですね、っていうのもあるから、まあなんか男性2人とかはたまにやったりするんだけど、うん、そう、女性の3人の台本とかってやったことないから、そう、いや、いいですね、やってみたい。今度またねガベちゃんが遊びに来た際にはねその3人でなんか読んでもらうのも面白いかなって思います、はい、あいいですね。どうでした、あの先週と今週、はい、ゲストとして、ゲストっていうかもうほぼほぼメインでやってますけど、2週目に関してはゲストとして紹介されたんじゃなくてそのままパーソナリティの並びで名前言いましたからね私今。どうでした、いやもうなんでしょうね、もう ラジオをここまでちゃんとやるのって初めてだったんで、やっぱちょっと緊張もあったんですけど、てか なんだろう、やっぱポンさんって呼ぶけど、あの大丈夫だよ、ポンさんとなんだろう、なんか仲いいんでね私たち、なんだろう、そうだね、すごいシンプルに楽しんでやりましたね。シンプルめちゃくちゃ楽しかったっす、ね、このサワチーとかね、はい、あとサワチーの大の後輩とはだいぶ僕仲が良かったんで、タメ口聞かれるぐらい仲いいです。たまにねあのみんな間違ってね同期だと思ってね僕にねあのたまにタメ口で話すっていう、ねえねえってねえねえじゃねえよねえねえ、あ間違えたっつってお疲れって言ったらお疲れって書いてきてあって言うから、もうなんかそれちょっとそれぐらいね、あのなんだろう、心が並んでいるというか、本当になんかねみんな打ち解け合ってるんで、そうすっごいなんか本当に友達っていう感じが強いよね。そうそう、本当ですね、なんかもうなんでしょうね、他の2期生の方々とかも仲いいんですけど、なんかポンさんにおいてはなんでしょうね、なんかなら並んじゃってるんですよね。ね、だからまたね
他のね後輩たちも呼んでね、あーいいですねなんかいろいろやっていきたいなって思うので、その時は皆さんお楽しみにしてください。楽しみにということで終わりたいと思います。はい、今回も楽しんでいただけましたでしょうか。次回も素敵なお話を紹介しますので皆さん楽しみにしてください。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。